2006年10月8日、この日はとてもいい天気なので、72歳の A さんは登山に行くことに決めました。奥さんの A さんに、今日は天気がいいから、秩父の山に行ってくると言い残し自宅を出ます。この言葉を最後に A さんは6ヶ月後、変わり果てた姿で A さんと再会することになるのです。その日の夜、まだ登山から帰らない A さん。 愛さんは何か事件に巻き込まれたのではないかと心配になります。さらに翌朝になっても A さんは帰りません。愛さんは心配し警察に捜索願いを提出。愛さんからの捜索願いを受け A さんの捜索が始まります。しかし捜索隊は困惑してしまいます。なぜなら A さんがどの山を登ったのかがさっぱりわからなかったからです。実は A さんが自宅を出発する際、携帯電話を持って行ってね、というアさんに対して、A さんは、今日は日帰りですぐに帰ってくるから、携帯はいらないよ、と回答しています。結局、携帯電話を持たずに出発してしまいました。さらに、原因は不明ですが、A さんはこの登山の際、登山届を提出していません。つまり、A さんの居場所を特定する手がかりが何もない状況だったのです。 秩父の山に行ってくると言っても、秩父には無数の山々が存在しています。これだけ多くの山の中から A さんが登った山を特定することは至難の技でした。捜索隊は基本的に登山届の情報等を元にして遭難者の位置を特定します。スマホが普及した今の時代であれば GPS 機能を活用することも多いです。A さんのように登山届も出さず、 携帯電話も持っていないとなると発見される確率は絶望的です。それでも捜索隊はできる限りのことを実行します。一か八か A さんが登る可能性がある山に出された登山届を片っ端から1枚ずつ確認しますが A さんが提出した登山届は見つかりません。ですが捜索隊は A さんが秩父鉄道を利用していることや日帰りの予定であること。 そして、72歳でも登れる山という条件で、無数にある秩父の山から、3つまで捜索範囲を絞り込むことに成功します。その山とは、八プ山、美の山、ホド山の3つです。捜索隊は、手当たり次第にそれらの山を捜索しますが、A さんは見つかりません。捜索隊は、さらに捜索範囲を広げます。A さんが電車で行ける距離にある山を、しらみつぶしに捜索。 しかし、A さんを見つけることができませんでした。その理由は、A さん発見後、A さんの残した手帳によって明らかになります。いくら探しても、A さんを見つけるどころか、A さんの当日の足取りさえ全くつかめません。その後も、数週間にわたり、A さんを捜索。結局、A さんが発見されることはなく、やがて、捜索は打ち切られてしまいます。A さんの遭難から、 6ヶ月後となる2007年4月、事態は急展開。たまたま鳥谷山近くで渓流釣りを楽しんでいた釣り人が川の近くで人間の頭蓋骨を発見します。頭蓋骨だけで周囲に胴体はありません。釣り人は慌てて警察に通報します。この頭蓋骨はすぐに鑑定にかけられました。その結果 A さんのものであると判明。こうして 半年間も行方不明だった A さんは変わり果てた姿となり、I さんと再会したのでした。一体 A さんの身に何があったのでしょうかその答えは A さんが記していた手帳にありました。実は A さんの頭蓋骨がある付近で手帳が発見されています。その内容を紐解くことで遭難事故の全貌が明らかになりました。手帳に沿って真相をお伝えします。 2006年10月8日、遭難1日目。愛さんから携帯電話を持っていくよう促された A さん。しかし、A さんは愛さんの言うことを聞きません。近所の散歩にでも行くような軽装姿で、携帯電話を持たずに家を出発。秩父鉄道で白六駅に到着した A さんは、熊倉山への登山を開始。埼玉県秩父市に位置する熊倉山は標高1426メートル。 気軽に登れる山として愛されています。しかし、実は熊倉山は多くの行方不明者を出している山。近隣の両神山や罠倉山と並んで遭難事故が多いことから遭難多発地帯として埼玉県警からも警告されています。熊倉山は広い尾根と不明瞭な登山道で道迷いが多発することから登山者の間では魔界や魔境と呼ばれています。また、 山頂にある鉄板は独特の不気味さを醸し出しています。山岳ライターの内田栄一さんの書籍、埼玉県の山によると、この鉄板は50年以上前から普遍とのことです。残された手帳によって明らかにされた A さんの登山コースは、秩父鉄道の白六駅からスタート、林道コースを経由して山頂に至り、帰りは白六駅の隣、木野駅で降りる日のコースを通って下山。 総距離13.3キロ、累積標高1180メートル。一般登山者で6時間半ほどかかるルートです。朝8時半頃、快晴で登山日和の日でした。高齢者でも比較的歩きやすい林道コース。A さんは順調に進み、12時過ぎには山頂に到着します。その後、A さんは日のコースと勘違いし、間違った方向に下山を開始してしまうこととなります。 手帳には次のように記されています。12時過ぎに山頂に着いた。これから日のコースを通って下山する。しかし、本来の下山コースである東方面ではなく、誤って南東方面に進んでしまいました。地図やコンパスがあれば A さんは道間違いに簡単に気づけたかもしれません。A さんが遭難した2006年では、スマホが普及していないので難しいですが、 スマホが普及した現代であれば、登山地図アプリも有効です。GPS で現在地がわかり、計画したルートを外れた場合、バイブや音で警告を通知する機能も備わっています。しかし、この時の A さんは、携帯電話や地図、コンパスなど、道迷いの際に命を救う道具を一つも持ち合わせていませんでした。唯一持っていたのは、観光用のパンフレットのみ。これでは、 今自分がどこにいて、どの方角に進めばよいのか判断できません。A さんが誤って進んでいた道は、熊倉山から鳥谷山へ続く道。実は A さんが誤って進んでしまったこのルート、一見普通の登山道のように思われがちですが、その難易度から素人が軽い気持ちで踏み入るには非常に危険です。草木が生い茂り、道が非常に不明瞭。 熟練の登山者でさえも手を焼くほどの難コースとして知られています。実際、この山道で行方不明になるようなケースが過去にも複数報告されているほどです。A さんが本来進むべきだった日のコースは急な傾斜が多い下り道。一方、A さんが誤って進んだルートは緩やかなアップダウンの繰り返し。一向に下りが始まらない A さんは困惑し、手帳にこう記します。 時間が経つにつれて、夢中になるばかりです。笹道になり、夕暮れになり、夢中です。進んでいる道のおかしさを感じながらも、決して来た道を引き返さない A さん。とにかく夢中でゴールを目指します。目に見えない引力に取りつかれたように、明らかに異常な道を進み続ける A さん。道迷い遭難者の典型パターンにはまっていたと言えるでしょう。人間は、 一度何かに時間やお金を投資すると、そこに執着してしまい、やめ時を見失い、再現なく続けてしまう心理があります。日常生活であれば、時間やお金の浪費で解決しますが、登山においては、この心理によって、命を失うこともあるのです。多くの遭難者が、ここまで来たのだから、きっとこのまま進んでいけば大丈夫なはず、と思い込み、悲しい最後を迎えています。 夢中でささやぶを突き進む A さん。日暮れが押し迫った頃、分岐点に到着。標識には二つの行き先が掲示されていました。一方は鳥谷山、もう一方は大地川に至る。悩んだ A さんは鳥谷山方面を選択。しかし、この選択は大きな間違い。実は、大地川方面に進めば、山を下る道が続いているので、一気に下り、車道へ出られたのです。 またしても選択を誤った A さん、鳥谷山方面へと進んでいきます。せめて、鳥谷山方面に進んだ後、違和感を感じたタイミングで、分岐まで道を引き返し、待機していれば、登山者、もしくは捜索隊によって救助された可能性がありました。ですが、A さんはそのまま、先へと進み続けます。秋の日暮れは早く、すでに辺りは暗くなっています。 これ以上進むのは危険だと判断した A さん。手帳には、しばらく行って日が暮れ始め、月が出たので、風の穏やかなところを求め、さらに進みました。と書かれています。鳥谷山まであと500メートル、標高1620メートルあたりまで進んだ A さんは、そこでビバークすることを決意。この時の A さんの心情については、このようにメモに残されています。その日の朝、 白馬岳の秘宝を聞いていたので、我が身とダブり、生死の可能性を感じました。人間がダンスをしたり、白衣の二人を見ました。翌日見たら、この葉のいたずらでした。疲れ切って極限状態にあった A さん。出発前に見た、白馬岳の遭難死亡事故のニュースと自分を重ね、死の危険が迫っていることや、疲労から幻覚症状が見えていたことがわかります。 10月9日、遭難2日目。前日に幻覚を見た極限状態の A さん。再び下山を目指して鳥谷山方面のルートを進んでいた A さんですが、またしても致命的なミスを犯してしまいます。A さんはなぜか登山道を外れ、左側の斜面を下り始めるのです。A さんの手帳に次のように記されていました。荒川の流れに沿っていけば、 展望が開けるかと景色に見とれながら山を下りました。この行為は登山の鉄則である、道に迷ったら沢を下るな、尾根に上がれから完全に違反した行動と言えます。残念ながら道に迷って沢に下る行為は自殺行為に等しいのです。沢を下っていくと、やがて大きな滝に行き着き、身動きが取れなくなって悲しい結末を迎える登山者が、 毎年大勢います。この鉄則を守っていれば、A さんはあと500メートルで鳥谷山に到着し、その後は分かりやすい登山道で下山できたでしょう。残念ながら下った先は、これ以上進めない滝や崖があり、右往左往して、道迷いの深みに陥りました。手帳にも、すぐにデッドロックに突き当たり、引き返しました。道を尋ねる人もなく、周囲は木の葉ばかりで、 どれほど無駄な時間を取らされたことか、と残されています。メモはさらに続きます。ここには以前来たことがあり、出口は三つあるはずだが、思い出せない。出口三つとは、熊倉山の三つのコースのことを指していると考えられます。一つ目は、A さんが上りに使った林道コース。二つ目は、A さんが下りに使うはずだった日のコース。三つ目は、 その間の白山コースです。メモの内容から A さん自身は今も熊倉山周辺にいると思い込み山を下ることができれば秩父鉄道の市街地にすぐ出られると信じていたようです。ですが実際には熊倉山からはるか遠く鳥谷山付近まで来ていました。距離にして4キロも誤差が生じています。現在地がわかるものを持たず道迷いに遭遇してしまうと 自分の予想とはかけ離れた場所にいることは珍しくありません。くどいようですが、登山の際は必ず携帯や地図、コンパスを持っていきましょう。前日からの疲れと空腹で限界寸前の A さん。手帳にはこう綴られています。下を見ると直接降りる坂が見えました。確認しようと取っ手につかまりながら覗いたら、急に足が滑り、手の握力も切れ、下に落ちた次第です。 A さんは足を滑らせて、10メートル以上の高さの崖から滑落し、身動きが取れないほどの大怪我をした可能性が高いです。たとえ大怪我をしていなかったとしても、現場は沢の原頭部で、周囲は岩に囲まれた状況。脱出は非常に困難だったと推測されています。到底人が来るような場所ではありません。食料も連絡する手段もなく、誰も来ないような山の奥地で、 身動きが取れない状況。滑落したことで A さんが生還できる可能性は絶望的になってしまいました。10月11日、遭難4日目。妻に言われた通り、この参考を中止していれば、せめて携帯電話を持ってきていれば、転落する以前にもっと慎重に道を探すべきだった。10月11日の日付で手帳に記されたこの言葉。 この記録を最後に A さんの手帳は白紙となっています。この記録から A さんは少なくとも転落してから2日間この場所で生きていたようです。生存している間に A さんが見た夢、もしくは幻覚の内容も手紙に綴られていて、滑落で痛めた腰の痛みや寒さ、奥さんかお母様への思いの強さを物語っています。お母さんを呼ぶ。なんで俺の背中をついた なんでそんな寒い家の裏に俺を寝かせるんだ。布団一枚くれよと大声を出すのですが。その夜、腰が痛くて歩いて救急車を呼んでもらおうと思いました。お母さん、いつも優しく励ましてくれました。夢なのか幻覚なのかは定かではありませんが、まともな精神状態ではありません。A さんはそのまま、誰にも見つかることなく息を引き取ります。 A さんがどの程度の怪我を負っていたかは胴体が見つからなかったのでわかりません。頭蓋骨の発見現場を見てみると A さんの所持品が遺体の周囲、広範囲にわたって置かれていました。おそらくこれは A さんが上空からヘリコプターに見つけてもらいやすいようにした結果だと思われます。特に服やタオルに至っては広げられた状態でした。目立つものや面積が広いものを広げておくことで ヘリコプターから発見されやすくなり、救助される確率が上がります。駅からのアクセスも良く、気軽に登れる、熊倉山。実はその名の通り、熊の目撃情報が多くある山としても有名です。熊倉山の3つのコースの一つ、白山コースの入り口には、熊出没注意や、遭難注意の看板が掲げられています。頭蓋骨以外に、A さんの遺体は見つかっていません。 その理由としては、熊やイノシシなどの動物によって食べられてしまった可能性が高いでしょう。亡くなる前に襲われたのか、亡くなった後に食べられたのかは不明ですが、A さんは熊などの動物に食べられ、胴体をどこかに持ち去られたと考えられています。A さんは家を出る際、家族に対して、秩父の山に行くとだけ伝えています。手帳とペン以外の持ち物は持たず、家族には、 ざっくりとした場所だけを伝えて登山に向かう。こうした背景を見ると、A さんの遭難は自宅を出発した時からすでに始まっていたのかもしれません。家族への情報共有が曖昧なままだと、実際に遭難した際に誰も自分の居場所を知る術がありません。救助が来るにしても発見までに相当な時間がかかってしまいます。また、山が特定できたとしても登山ルートはいくつもあるものです。 それらすべてのルートを捜索するとなると、やはり膨大な時間を要します。何も手がかりがない状態で、広大な山に迷い込んだ一人の人間を探し出すということは、広大な砂漠の中から一粒のダイヤを探し出すくらい難しいことです。登山に行く際は、どんなに気軽な登山であったとしても、必ず家族や知人に行き先を詳しく伝えましょう。また、必ず登山届を提出し、 登山ルートを明記してください。山岳安全対策ネットワーク協議会によると、2021年に起きた山岳遭難のうち、事前に登山届が出されていたのは3割程度だったとのこと。つまり、残りの7割は登山届を出さないまま遭難してしまったことになります。登山者全体で見ても、登山届を提出している割合は20%程度。 こうした状況を深刻に捉えた埼玉警察は GPS を使った登山地図アプリを運用するヤマップとの協定を締結しました。この動きによってアプリを通して簡単に電子版の登山届を提出できますし万が一遭難が発生した際に登山口のポストで登山届を1枚ずつ調べる必要はありません。捜索の効率化が高まると期待されています。登山者からしても慣れてしまえば 紙に記入するよりもアプリから入力した方が手間がかからないので登山届を提出しやすいでしょう。A さんは家を出る際に I さんから携帯電話を持っていくようにと頼まれています。しかし A さんは携帯電話を持たずに出かけてしまいました。電波の届くエリアに限定されますが携帯電話を持っていれば A さんは家族や警察と連絡を取れたはずです。2006年の事故なので 当時はまだガラケーだったでしょう。スマホのように GPS 機能は使えなかったとしても、県内であれば助けを呼べたはずです。スマホであれば110番に電話をかけると通報と同時に現在地のデータが通報先へ送信されます。この仕組みを緊急通報1通知と言います。つまり、スマホで110番通報をすれば今の自分の位置がわからなくても警察や消防は 瞬時に通報場所を把握してくれるのです。また、余談にはなりますが、百1番通報後に何らかの理由で電話が切れたとしても、通話先のオペレーターが通話終了をしない限り、こちらの声は向こうに届いています。こうした機能があることで、犯人にバレて通話を切られたとしても、状況は携帯口から警察に伝わっています。さらに、2020年10月から、 110番映像通報システムというサービスが開始されました。これは110番した後に警察からショートメッセージで専用の URL を送り、そのリンクに現場の写真を添付すると状況を警察にいち早く伝えることができる機能です。より国民の安全を守るためサービスは常に向上しています。A さんが今回登った熊倉山は1426メートル。 ものすごく高い山というわけではありません。市街地に近い山や標高が低い山は電波が通じる可能性が高くなります。近場の山や低い山だからこそ油断せず、携帯を持っていきましょう。電池切れに備えて予備バッテリーもあると便利です。ソーラー充電対応のものであれば、登山中に電池切れを起こしても再充電できます。今回、A さんはコンパスどころか地図さえ持っていません。 持っていたのは地図とも言えないような観光案内のパンフレットのみでした。地図とコンパスを持っていれば周囲の景色や地形、太陽や星の位置を参考にして適切な下山ルートを把握できたかもしれません。しかし地図やコンパスがなかったことで自分のいる場所の把握もできず選択するルートを誤りその後も思い込みで突き進んでしまったのです。 どれだけ山に慣れ親しんだベテランであっても、どんな危険やトラブルに遭遇するか予想できません。さらに、山によっては、携帯電話の電波が入らない場合や、電池切れによって、GPS やインターネットが使えなくなる可能性もあります。そのような時は、紙の地図が命綱。アナログな方法かもしれませんが、念のため、紙の地図とコンパスは持っていくようにしましょう。 熊倉山への登山を軽く考えていた A さんは、緊急時に必要とされる食料を持たずに登山をしたと考えられます。人間の体は食料が不足し、血糖値が下がると混乱や震え、発汗、頭痛、動悸といった症状が発生しやすいです。場合によっては幻覚や幻聴が起こることもあります。A さんが遭難1日目にして幻覚を見たのは低血糖の影響かもしれません。 さらに、低血糖時には、冷静な判断が難しくなります。山の中という危険な状況下で、判断を誤ることは、命の危機に直結します。登山中に食べる食事やおやつとして、行動食がありますが、その他にも、チョコレートやカロリーメイトなどの非常食を必ず持っていくようにしましょう。こうした食べ物を適度に口にすることで、血糖値を維持できます。合わせてライトを持つことで、 暗くなる日暮れ時でも精神的な余裕が持てるでしょう。明るいものでも数千円で購入できますが、最悪100円ショップの簡易ライトでも構いません。暗闇の際に役立つ道具なので、絶対にライトを持っていきましょう。予備の電池もあるとベストです。他にも100円ショップで買える命を救うアイテムとして、笛やレスキューシートなどがあります。重さもかさばりもないので、 緊急時に備えて装備してください。笛は体力を消耗させることなく、広範囲に助けを求めることができます。身動きが取れない状況でも、周囲に自分の居場所を伝えられるので、登山に限らず、地震や災害時に役立つ便利アイテムです。また、夏の低山であっても、夜間や朝方は気温が下がります。薄くて軽いレスキューシートですが、暴風や保温の効果に優れ、 体力の低下を防ぎます。どんなに軽い登山だとしても、自然の脅威は突如いきなり襲ってきます。必ず準備を怠らずに臨むようにしましょう。今回の A さんが様々な場所で引き返す勇気を持っていたら、A さんの運命は変わっていたでしょう。登山中、道に迷ってしまった時、最も安全なルートは自分が通ってきた道です。しかし、時間の制約や、 体力の消耗などで焦ってしまうと、今来た道を引き返すことは難しくなります。このまま進めば何とかなるかも、という淡い期待を持ったがゆえに、さらに間違ったルートに進んでしまいます。特に下山したいと焦るあまりに、沢を下ることは絶対に避けてください。道に迷ったら、沢を下るな、尾根に上がれ。これは山登りの鉄則です。しかし、 必ずしも尾根が正解とは限りません。ガラケーでは難しいですが、今のようにスマホが普及している時代であれば、地図アプリも必ず使いましょう。入山前に地図データのダウンロードも忘れずに。沢を下っていくと、崖や滝に至ることが多く、今回の A さんの転落のような事態につながります。心身ともに疲労した状態で、一刻も早く下山したいのに、頂上に向かって、 山を登り直すという選択は難しいものです。しかし、知識や情報に従った冷静な判断は、自分自身の命を助けます。引き返す勇気を持って山に挑みましょう。A さんの事故が広く伝わったことで、救助隊と地元山岳連盟によって、熊倉山の山頂から鳥谷山方面へ向かう道には、U ターンを促す注意看板が設置されました。幸い、看板の設置以降、 こうした道迷いの事故は一見も発生していないとのことです。悲しい結果となってしまった事故ですが、こうして事故から学び、再発防止策を怠らないことで犠牲者を少しずつ減らせると信じています。A さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。